ミスタイムさん、動画ありがとうございます。で、その他ね、動画をご覧いただいている方にもちょっとメッセージを送りたいんですけども、やっぱり私たちってのは、もう生きてる限りずっとね、特に男性は、収入を上げていかなくちゃいけないんですよ。で、世の中がどうあろうとも、自分の所得っていうのは確保して、自分の欲しいものをね、買う、家族の欲しいものを買ってあげる、これはね、当たり前の大前提だと思いながらやっていかなくてはならないと思うんですよね。それは個人的に欲しいものが買えるとか家族を守れるってことだけじゃなくて、こういうふうなね、一人一人とか一家庭一家庭がちゃんと所得を上げて消費をしてっていう生産と消費を繰り返すことによって、地球全体がまあ健全に回っていくってところもありますんでね、大げさじゃなくて、私たちが何の生産もしない、何の消費もしないってことになるとどうなりますかってことなんですよ。それこそ地球上に人間はただいるだけみたいになっちゃうんですよね。で、そういうことでは絶対いけないんで、私たちはその人類に対する責任としてもね、どんな状況でもお金を稼いでいく、稼いでいくというのはどういうことかって言ったら、誰かの役に立ってありがとうと思われて、その感謝のお礼にお金という対価をいただくってことをやっぱり止めてはいけないと思うんですよ。で、厳しい方ですけども、稼げない人って誰にも感謝されてないって人なんですよ。で、そういうふうに思った方がビジネスはうまくいきます。お金をいただけてないってことは、まあ、感謝をされてないんだっていうふうに自分をきちんとね、評価していかないといけないですよね。感謝されて皆さんの役に立ってるけど1円ももらえてないっていうのはぼったくられてると思った方がいいですね。まあ厳しい言い方ですけどね。で、今回、ミスター M さんが500万損してね、なおかつまた塾に入ってるよみたいな感じで誰かにね、なんか笑われてるみたいな、そんなね動画だったんですけども、皆さんも経験があると思うんですよ。いや今度は大丈夫だからって言っても、お前今までどんだけ失敗してきたんやってからね、次のチャンスまで周りの人に奪われてしまうってこともあると思いますけども、違うんですよね。500万円使って、あ、なるほど、こういうことだったんだ、稼ぐってのはこういう意味だったんだっていうことが分かれば、500万損したっていうよりも、その500万っていう投資がこっから生きてくるって話なんですよ。逆に言うとですね、ミスター M さんは500万失っただけでお金を稼ぐ方法を手に入れることができたんで、すごく良かったじゃないですかって話なんですよ。ね。それでやっぱりね、何か自分が誰かの役に立とうと思ったら、最初は何にも持ってないですから、お金を払っていろんなものを身につけていかないといけないと思いますし、ある程度転んだり怪我をするっていう経験も必要なんですよね。全く失敗したことがない方が、じゃあどんな経験をね、人に伝えていくことができるのかって言ったら、やっぱり難しいと思うんですよ。失敗したから分かることっていうのが、成功したから分かることと同じぐらい私は大事だと思うんですよね。そういう意味で今回動画概要欄につけておきますけども、ミスター M さんの経験っていうのは非常にね、私たちの胸に刺さると思うんですよ。特に40代後半から50代の方、家族がいて住宅ローンがあって会社から収入を得てるという方ね、今こういう状態になって会社がね、本当にね、来月再来月大丈夫かなとか、自分の勤めてる店って本当にいきなり潰れたりしないだろうなっていうふうに、もし心配されてる方がいるとしたら、その心配は当たると思った方がいいですよね。会社なんて簡単に潰れます。で、お店なんて余裕で閉店します。なぜならほとんどの会社がですね、キャッシュフロー悪いんですよ。よく自転車操業って言いますけども、ほとんどの会社実は自転車操業ですからね。で、大きな資本を動かしている会社でも、借り入れが資本金比率って言いますけども、借り入れがですね、実はですね、資本金以上にお金を借りてるっていう場合も結構あるんですよ。そうなったらもうね、完全に運転資金すらない状態でキャッシュフローで経営が成り立っているというね、もうこういうふうな実体経済とはかけ離れた、そんなね、店舗運営とか会社経営になっているっていうところも多いんですよ。ちょっと難しい、ややこしいこと言っちゃってすいませんね。要するにお金がなくても回ってる会社っていくらでもあるんですよ、ね、もうちょっと具体的に言うと、支払いを3ヶ月後売上は今日立つっていう状態です。お店なんてそうですよね。お店って例えばね、店舗の改装費とかって15年ローンとかで払うじゃないですか。ということは帳面上は大きなマイナスなんですよ。でも今日の収入の10万のうち10万全部借金返済しろって言われないからやっていけるんですよ。10万のうち1万だけ返済に回して、9万円は従業員の給料とか今日必要なお金に使ってるでしょ、ね、それで、ね、経営者さん自身もその借金してる状態でもちゃんと貯金をするみたいなね、そんなおかしなことも起きるわけなんですよ。それが経営ですから、だからキャッシュアウトとキャッシュインのバランスを取っていって、借金なのにお金持ちみたいな状態を作っていくっていうのが経営ですからね。ですから入金が止まると固定費だけかかりますから、あっという間にですね、マイナスになるわけですよ。で、そうならないために、いつでも自力で何にも頼らずにね、
どことの取引先もなしにたった一人で売り上げを作っていく力っていうのは、まあ、そろそろ考えていくべきなのかなと思います。今回ミスター M さんがそれを手に入れてですね、しかも情報発信まで始めたわけなんですよ。まあ、こういうところを見るとやっぱりね、人っていうのはちょっとした気づきで変わっていけるし、今まで500万損したの何だったんだよって言いますけども、いやいや逆にね、500万も損できないやつが何のビジネスできるんだって話なんですよ。500万1000万になってね、もう損のうちに入んないです。それは自分を鍛えるための投資なわけですよ。そういうふうに考えないとやっていけないですよね。で、誤解していただきたくないのは、投資って無限にすればいいってもんじゃないんですよ。やっぱり自分の力量を超えない範囲で。だからミスター M さんは500万円今まで使っても、まだね、家族を養えるだけの余力があったから500万いったわけなんですよ。で、通常は無理です。通常は500万とかいけないんで、なるべくね、まあ、50万とか100万円ぐらいで自分の稼ぐ力を身につけた方がいいかなと思いますし、自分のお金が出せる限界は、まあ、50万ぐらいかなっていうふうにやっぱり決めていかないとね。損失をやっぱりどこまで出せるかってこと、最初に自分の力量を知るってことは非常に大事ですよね。というふうなね、いろんな意味が込められた動画でしたんで、ぜひご覧いただければと思います。ミスター M さん、また動画送ってくださいね。では失礼します。